はいどうも皆さんこんにちは、デトです。今回は現環境最強の汎用武器、汎用装備を一挙にご紹介します。汎用武器といえば低コストで全モンスター狩猟することのできる非常に便利な武器で、日常プレイには欠かせないアイテムと言えます。その分火力面ではほとんどの場合属性武器に負けてしまいますが、今回はなぜか火力でも属性を超えてしまうものや、お手軽さ抜群のもの、そして特定の場面で他のどの武器よりも輝くものなど、特に性能の尖っている武器装備を厳選してきました。まさにこれを作ればゲームクリアと言えるような性能です。またいろんな武器がどんどん増えてきた中、現在の環境を整理するということもとても重要なので、その点も踏まえて今回汎用最強軍団をご紹介していきたいと思います。というわけで始めていくんですが、今回最初に特別枠としてこちら黒弓ゲイルホーンをご紹介したいと思います。で、特別枠って何っていう話なんですが、まあ簡単に言うと強すぎという意味です。もはや紹介するまでもないと思うんですが、性能的に紹介しないわけにはいかないということで今回最初に出してます。実装が最初期の2023年9月ということですが、未だに他の武器を寄せ付けない強さを誇ってます。で、一応ポイントをまとめておくと、ここがほぼ全てなんですが、最大試せずにレベル4の矢が撃ててしまいます。ここだけで他の武器よりもグレード丸々1個分以上強いです。しかもそれが貫通矢ということで、火力面で黒弓に勝てる汎用武器は1個もありません。唯一黒ヘビーが期待値上は黒弓を超えているんですが、実戦では話が全然変わってきます。というのもヘビーは貫通の適正範囲にとどまるのが難しいので、ほとんどの場合期待値通りの火力は出せません。また全体的に動きが重たいので扱いやすいとは言えなくて、特にモンハンナウで重要な被弾リスクに関しては割と高めです。その点黒弓は操作も簡単で被弾もしにくいので、使い勝手安全面など全てで優秀と言えます。汎用武器の醍醐味はこれ1個で全て OK、 何も困らないっていう点だと思いますが、これを一番体現しているのがこの武器だと思います。格下から格上まで G10 なら星10モンスターも結構な数倒せます。また V 破壊性能も非常に高いので素材集めの効率もいいです。武器自体が破壊を好きっていう点も大きくて、集中後破壊用5が連成なしで組めます。で、連成ありの場合はそこに連撃5とかも可能になってます。このように全てにおいて飛び抜けているんで、もはや紹介するまでもない、ただ紹介しないわけにはいかない特別枠ということで最初にご紹介しました。ただ逆になんですが、現環境においてはこの黒弓をも超えてしまう性能の武器が存在してます。皆さんご存知のあの5文字の武器とか、特定の場面でものすごい火力を出すあの武器とかですね、今となってはこっちの方がむしろ優先度高いっていうものがどんどん出てきているんで、現在の環境を整理するという意味も込めて今回一挙にご紹介したいと思います。ということでここから本題ですが、まずはグループハントで圧倒的な火力を出す爆破属性武器を見ていきます。爆破のダメージには特殊な仕様があって、グループハントでは異様にダメージが出しやすいです。というのも1回の爆破でモンスターの最大 HP の 5% のダメージが入りますが、マルチの場合はマルチ体力の 5% になってます。星8レウスだと通常は爆破1回で2000くらいのダメージですが、今回4人体力ということで一発5685ダメージが入ってます。ソロとマルチでやってることは全く同じですが、マルチっていうだけでもう自動的に火力が上がります。このようにグループハントでは期待値が爆上がりして、属性武器を超えることも可能です。今回は時間短かったですが、格上の相手とかで時間が長ければ長いほど爆破の回数も増えて期待値はさらに上がってきます。で、爆破の回数を増やすっていうのがすごく重要で、そのためになるべく手数の多い武器を選んだ方がいいです。爆破の蓄積のしやすさっていうのは単純に手数に依存するんで、とにかく手数の多い武器種、今回使った弓とか近接では太刀や双剣が相性がいいです。あとはランスの突進とかガンスの流行法も爆破が発生しやすい技ということで話題になってます。というわけでまずはグループハントで猛威を振るう爆破属性武器を紹介してきました。ちなみに爆破は大きくテオとマガドの2体がいますが、性能ではテオの方が明らかに上です。なのでテオ強化できるんだったらテオ、ただ素材集めが大変な場合はマガドという感じになるかなと思います。では次、グループハントで大活躍の武器をもう一つ見ていきます。こちら麻痺属性武器ということで、またまた状態異常なんですが、麻痺は爆破と違ってモンスターを拘束するための属性です。動きを止めてその間にみんなで一斉に攻撃ということですね。ということでもう麻痺ってるんですが、このように動きを止めることで自分だけでなく全ハンターにとって攻撃チャンスになります。ここが爆破と一番違うポイントで、どちらかといえば仲間へのアシストサポートという面が強い武器です。特に動きの重たい武器種にとってはこれ本当に大きいと思います。で、今回は普通に次元リンクでしたが、パーティーを組む場合はさらに麻痺属性の価値が高まります。武器種の組み合わせを選ぶことができるんで、例えば体験とかチャークと合わせれば普通では出せないような火力も簡単に出せてしまいます。麻痺をループさせて新ためと超解放連発みたいな感じですね。このようにグループハント、特にパーティーを組む場合に大活躍の武器になってます。ちなみに高速系の属性では睡眠と役割が似ていますが、麻痺のいい点としては頻繁にモンスターの動きを止められるっていうのがあります。というのも耐性値の上昇が睡眠ほどは大きくないので、麻痺は結構連発をしやすいです。その分当然攻撃チャンスは増えますし、また被弾しそうになった瞬間にちょうど麻痺って助かったみたいな場面もちょくちょくあります。なので睡眠と比較しても明確な差別化があると思います。ということで爆破と麻痺、どちらもグループハントではもう大活躍で、他にはない明確な強みというのがあります。爆破の方は火力面
面では属性越えも可能ですし、麻痺はサポート性能が全部機種トップになってます。最近は大電速や次元リンクなどグループハントの機会も増えてきたので、マルチの頻度が高い場合は本当に最優先で作っておいていい武器と言えます。ただ一つ注意点として、この2つソロで使う場合はめちゃめちゃ強いというほどではありません。爆破はまあそこそこだと思うんですが、基本的には毒属性と同じくらいの性能です。で、麻痺に関しては毒や爆破よりも明らかに下です。というのも麻痺状態自体は火力には影響しないので、結局 100% 自分の攻撃で HP を削っていかないといけません。ただステータスが低めなので、どうしても火力があまり出ないんですよね。このように麻痺に関しては一人だともうちょっとどうしようもないっていう問題があります。また爆破に関してもせいぜい毒と同じくらいなので、数ある汎用武器の中の一つっていう程度の性能です。あくまでグループハントにおいては最強クラスということで、この点はめちゃめちゃ重要なポイントになるかなと思います。ただグループハントでは本当に優秀で、最強の黒弓であっても代用できないような性能になってます。ではここから本格的にソロ用の汎用武器を見ていきたいと思います。まずは何といってもあの5文字の武器、ガンランスになります。正確には放射型のガンランスですね。これも黒弓同様もう説明不要だと思うんですが、今となっては黒弓よりも他の何よりも優先して作りたい武器です。理由は単純明快で、狩猟の効率が良すぎます。手元の操作は長押しして話すだけ。これでため砲撃を連発します。これが本当に楽で、普段使いの武器としては正直一択と言えますし、もはや画面見る必要もあまりないっていうレベルです。またこのようにほぼガンナーなのに、実際は近接でロックオン可能ということで、実質ロックオンできるガンナーっていうチート級の性能です。なので V 破壊も超簡単で、おまけに機動力に関しても十分高いということで、普段使いとしてこんなに優秀な武器は他にないんじゃないかと思います。まさにこれ一つで全て OK という性能です。また火力に関しても、ため砲撃がなんと属性武器並みの DPS を叩き出すんで、汎用武器なんですが属性ともほぼ同等です。まずため砲撃のモーション値が結構高めに設定されている点と、あとはとにかく攻撃モーションの短さがポイントです。今回集中マックスの構成ですが、ここまで来ると映像のように毎秒1発くらいのペースで撃てます。1発3000ダメージくらいなんで、仮にこれを75秒間続けた場合、合計22万ダメージも入るっていう計算になります。もちろん実際にはリロードとか回避の時間があるんで22万は不可能なんですが、その半分で2秒に1発と仮定しても11万ダメージは稼げます。星級の中で特に強い相手が HP10 万前後なんで、このあたりは全く問題ないということがわかります。また砲撃のいい点は他にもあって、モンスターの肉質に一切影響されません。つまりどの部位でも全く同じダメージが入るんで、硬い部位の破壊に一番向いてます。代表例としてディアブロスの角とか、バサルモスの頭、パオルムの尻尾があります。これ全部流玉の対応部位なんですが、肉質硬いので破壊が結構難しいです。ただガンスにかかれば本当に速攻で破壊可能です。また別のポイントとして、タマミツネの前足みたいな小さい部位の破壊も簡単です。これに関してはロックオン可能っていう点プラス、砲撃が他の部位にヒットしにくいというのがあります。小さい部位はガンナーだとエイム大変で、かといって近接武器の場合は攻撃モーションによっては他の部位に当たることも結構あります。ただガンスはロックオンした上で直線的に撃つだけなので、狙った部位にヒットする確率がものすごく高いです。特定の部位破壊でダウンを取ったりひるませたりもできるんで、ここは素材集めだけでなく狩猟自体の効率にも直結する部分です。というわけで、総合的に見て放射ガンスは本当に火の打ちどころがないくらいの性能だと思ってます。で、さらに別のポイントというのもあって、最初にグループハント用として爆破と麻痺を紹介したんですが、ガンスはなんとグループハントでも超強いです。爆破のように期待値が上がるわけではないですが、元が優秀なのでマルチでも相変わらず強いです。まず何といっても V 破壊の楽さ、簡単さというのがあるんで、素材集めの面でアドバンテージがあります。マガドの前足のようにダウンが取れる部位に関しては、狩猟自体の安定性とかの面でもすごく重要です。で、火力に関してもさすがに推奨グレードまでは上げておきたいですが、属性武器にも決して負けてないです。当然ため砲撃一発一発が結構大きいという点があって、それプラス手数の多さもすごく効いてきてます。集中後だとほとんど1秒に1発撃つことができるんで、自分がターゲットされていないときは、さっき言ったように毎秒3000ダメージというのも夢ではないと思います。また砲撃モーションの短さプラス機動力の方も結構高いので、パッと移動してすぐ攻撃という感じでテキパキ動けます。まあ言い換えると技の硬直時間というものがほぼないので、好きな時に好きなように動けます。安定性とか安全面においてはここが一番のポイントだと思います。で、唯一ステップの距離が短いっていう欠点があるんですが、結局はノータイムでステップ連発できるんで、この点は特に問題にはならないかなと思います。というわけでガンスは本当にどこでも使える超汎用武器で、現環境では黒弓よりも断然優先して強化したい武器になってます。ただ一方でさすがのガンスも完全に万能というわけではないので、ここではデメリットも合わせてご紹介していきたいと思います。まず一番大きいのが最終火力の問題で、この点では属性武器や黒弓には勝てません。というのもガンスの砲撃はグレードごとにダメージが決まっていて、10の1で最大値になります。つまり他の武器に対して早い段階でもう限界値に達します。また砲撃のダメージを強化する系のスキルが現状少なくて、装備の方で大きく火力アップするということができません。属性は属性強化や会心系、黒弓は連撃など候補がたくさんありますが、ガンスの場合は砲術くらいなんですよね。で、今回は集中後砲術3という構成でしたが、このあたりがもうマックスに
になってます。連携込みで考えても集中と砲術が連携不能なので、あとは本当にジャスト攻撃とか闇討ちみたいな条件付きのものしかありません。なので今回使った G10 の装備が理論上の限界に近い火力だったと言えます。で、見てきたように星9までは強めの相手であっても基本いけるんですが、星10に関しては G10 でも相当厳しいので、ここは要注意のポイントです。なので結局ガンスの役割としては、まあ星8とか9くらいまでをとにかく楽に効率よく周回するための武器です。で、星10みたいな最強クラスの相手に対しては黒弓とか、もしくは属性武器を強化していく必要があるということになります。まあただ星9までであればガンス1本で全て OK なので、その点ではやっぱり最優秀の武器と言えそうです。で、あとは汎用武器なので属性補正付きの相手にはちょっと不利な点と、それからこれは黒弓と全く同じですが、尻尾の切断が難しいという点があります。まあ難しいは言い過ぎな気もしますが、物理攻撃が必須なので火力や安全面には少しマイナスになります。少なくとも尻尾に関しては他にもっと効率のいい武器があるんで、ガンスも黒弓も完全に万能ではないと言えます。ただだからこそこの2つ以外にも強化すべき重要な汎用武器があるんで、それをここからご紹介したいと思います。というわけで尻尾破壊の達人桜たちを使っていきます。まず前提として、なんで尻尾にこだわるのかというと、モンハンナウでは多くのモンスターが尻尾からレア2、そしてレア6素材を落とします。レア2は特に枯渇しやすい素材で、レア6に関しては流玉など G8 以上の強化で必須の素材です。なので装備強化において尻尾の破壊は超重要です。これをできるだけ楽に効率よくやっていきたいということで、そこで役立つのがこの汎用たちです。たちは切断武器の中でも特に機動力が高いので、尻尾にダメージを入れやすいです。また全体的に扱いやすく火力も高いので、その意味でとても重要な武器だと思ってます。ただ逆に注意点として、桜たちについてはここまで出てきた武器とは少し状況が違います。というのも属性武器に対して優位性があまりないです。ここまでの黒弓、爆破、麻痺、そしてガンスに関しては属性武器がすでにあったとしても、その上でさらに作りたいっていうくらい尖った性能になってました。ただ桜たちに関しては実際にはそこまで尖ってはいなくて、普通の汎用たちという感じです。なので骨ガンスのレベルではないと思いますが、少なくとも尻尾破壊用の汎用武器としてはもう最優秀で、属性武器をあまり強化しないという場合は特に優先度が上がるっていうイメージです。ただもう一つ追加で言うと、今度金レイヤーの登場で毒属性は最強更新の可能性が高いので、今はむしろ強化要注意と言えます。なので今回は桜たち単体というよりは、たちという武器種が非常にいい働きをすると、で属性の強化が追いつかない場合や汎用武器だけで進めていくという場合は、汎用たちがとてもおすすめという感じになってます。それでは新武器種ヘビーボーガンを使っていきます。汎用のヘビーはたくさん存在していますが、その中でも特に扱いやすくて火力も高いパワーシュヘビーです。なんといってもヘビーボーガンかつ睡眠属性というのがめちゃめちゃ大きいです。まずグループハントにおいては、麻痺と同じくサポート役としてとても重要です。モンスターに大きな隙を作って、しかも寝起きのダメージ2倍ということで、1回の睡眠だけでもかなりのダメージを稼げます。この時点で麻痺と同等の価値はあると思います。ただこれだけでは終わらなくて、武器単体の火力が麻痺よりも明らかに高いです。ステータスが高い上に高火力のヘビーボーガン、その中でも3弾と流撃ということで完全に攻撃特化です。まず開幕3弾7発なので、いきなりダメージを稼ぎやすくて、特に格下であれば本当に速攻で討伐できます。また反動軽減が1個でいい分、砲術を採用して流撃弾も強化できます。で、特に弾の順番がすごい良くて、睡眠からの流撃ということで、寝起きでダメージ2倍の流撃弾をお見舞いします。またパワーシュの頭で目覚めの一撃を採用すれば、火力はさらに爆上がりです。今回もまだまだ最高火力は出せていなくて、今後もっと期待ができそうです。というわけで睡眠のパワーシュヘビーはソロでもマルチでも強くて、サポート役としても大活躍の武器です。まあ正直なところ、黒弓とかガンスよりは優先度低いと思いますが、睡眠の中でも火力や使い勝手など合わせてトップクラスだと思うので、今一押しの汎用武器になってます。では最後に今回使った装備をまとめていきます。まず最初、黒弓は集中5連撃4という構成を使いました。よくあるテンプレ構成で、陣王の頭に連撃をつければ連撃マックスになります。で、他にも最近は胴体をラージャンにした陶器活性装備とか、歌方刺繍装備、あとは破壊用装備など、本当にいろんな構成が組めて自由度が高いので、ここも黒弓の強みと言えます。で、次、爆破の手尾弓は集中後爆陣3という構成でした。長期的には属性強化の連携とかでさらに期待値は上がっていくと思います。ちなみに爆破の近接武器はロックオンプラス爆陣3で、さらに闇討ち状態上とかも組めるんで、太刀とか双剣に関してもグループアントでは本当に強いと思います。で、次、麻痺ガンスはロックオンプラス闇討ち状態上5という構成でした。チズヤック 3V とパワーシュ 1V で闇討ち状態上マックスになってます。なんといっても麻痺の蓄積 100% なので、特にガンスの流行砲を連発した場合は本当に麻痺ループみたいなことも可能です。サポート役として最適ですし、特にパーティー組んだ場合はめちゃめちゃ活躍します。で、次、放射ガンスは集中後砲術3という構成でした。ラージャンの腰を採用してレイアームでロックオンをつけてます。ロックオンなしの場合は砲術4も可能ですが、見てきたように普段プレイではロックオンが超便利です。ちなみに性能面では上ガンスが砲術付きで一番強いんですが、今回は強化も楽な武器ということで骨ガンスを使いました。武器のステータスは低いですが、砲撃はステータス一切関係ないので、他の武器に対して劣っているポイントというのは全くありません。本当に全てにおいて最高コスパなので、これはゲーム全体の中でも
も最優先にしたい武器と言えます。で次桜たちは闇討ち状態上と属性強化を合わせた構成でした。今回は毒特化という感じでしたが、実際には会心や連撃特化などいろんな構成が組めて装備の幅はとても広いです。ただ毒属性は最強更新の可能性があるので、ここが注意点になってます。で最後パワッシュヘビーは砲術と目覚めを採用した構成でした。砲術で流撃弾を強化で、目覚めの一撃でさらに火力アップという組み合わせです。ソロでもマルチでも優秀というのが一番のポイントで、この点で今一押しの汎用武器になってます。というわけで今回は現環境最強の汎用武器、汎用装備を紹介してきました。単体で一番強いのはやっぱり黒弓かガンスということになりますが、それ以外にも特定の場面でこの2つを超える性能を発揮するものがいくつもあります。今回は汎用武器で特に尖ったものを厳選して詳しく紹介してきたんで、一つでも武器強化の参考になる点があればとても嬉しいです。また汎用武器だけではなく属性を強化することも重要なので、この点も踏まえて今後も装備強化どんどん進めていきましょう。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。